こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、脱おしゃれ初心者を目指すときにおすすめのお店5選ということで、皆さんに動画をお届けしたいなと思っています。僕の普段の動画ではですね、なるべくおしゃれ初心者の方に向けて気軽にですね、トライしやすいようなお店をご紹介することが多いんですね。まあその時によく出てくるのが、もちろんユニクロであったりだとか、無印良品、グローバルワーク、あとは時々 GU なんかも出てきて、そしてちょっと価格帯が上がりますが、グリーンレーベルだとか、このあたりが出てくることが多いかなと思うんですね。もちろんこのあたりのブランドもすごく使い勝手が良くて、皆さんにお勧めしたいんですが、ある程度おしゃれの基本を知ってベーシックで使いやすいアイテムを揃ってきたなという時ですね、次どんなステップがあるのか、どういったお店で買い物をすればいいのか、このあたりをですね、今回の動画でしっかりめに解説をしていきたいなと思っていますので、まあぜひですね、皆さんも頭の片隅に置いておくといいかなと思っています。まあ、僕のチャンネルはですね、基本的に大人のベーシックなスタイルを軸足に、その中にトレンド感を交えるというところをコンセプトとしていますので、その大枠はずらさずにですね、今回は5つのブランドを皆さんにご紹介したいなと思っていますので、これまでご紹介してきたブランドだとかアイテムとすごく親和性が高いかなと思うんですね。ですので気軽に入りやすいものも多いかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。まあ、ちなみに今回ですね、ご紹介するショップというのは、僕もですね、かなり買い物をすることが多いお店なんですね。価格帯的にもですね、決して安くはないんですけども、ぶっ飛んだ価格帯でもないし、あとはデザイン的にもですね、エッジがすごく立ったような服というよりは、ベーシックかけるトレンドというところの、まあ、トレンド感のバランスがいつもご紹介しているブランドよりはやや強まるんですが、そこまでエッジは効きすぎてないので、すごく使いやすいんですね。そういった意味ではかなりですね、使い勝手のいいブランドだと思うので、ぜひ皆さんも参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからですね、皆さんに中級者向けのお店ですとかブランドについて解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目なんですけれども、ビューティー&ユースですね。ユナイテッドアローズグループの中の一つなんですが、実はこのユナイテッドアローズという名前が皆さんの頭の中にもあるかなと思うんですけれども、この中にもいろんなレーベルがありまして、僕が普段ですね、皆さんに解説しているのはグリーンレーベルというところがありますね。ここはユナイテッドアローズのグループの中でも割と価格帯的には抑えめで、結構幅広い年齢の方に向けてですね、商品を作ってるんですね。トレンド感をめちゃくちゃ強めに出してるというよりは、ある程度ベーシックを軸足にしながら、トレンド感も程よくミックスさせて、親しみ感のあるようなスタイルを作るのが上手。それがですね、グリーンレーベルの立ち位置かなと思います。そして今回ご紹介するビューティー&ユースというものもありまして、グリーンレーベルよりも少しですね、価格帯は上がるんですが、かといってそんなに大きなですね、値上げ率という感じではなくて、まあ大体2割程度上がるようなイメージですかね。で、ブランド名にもあるように、ちょっと若さのあるようなスタイルというところで、まあそこはトレンド感という形で変換すると分かりやすいかなと思います。まあグリーンレーベルよりもさらにですね、トレンド感を強めに出してあるのがビューティー&ユースなんですね。まあ、かつてはこのトレンド感というところがもうちょっと強すぎて、ちょっと世代的に使いづらいかなと思っていた時期もあるんですが、まあ、最近はですね、割とこう僕ら大人世代でも使いやすいようなトレンド感のあるような服も増えてますので、僕は結構ですね、ビューティー&ユースで買い物することも多いんですね。で、このビューティー&ユースがあって、あとはユナイテッドアローズというものもあるんですね。まあ、このブランドに関してはさらに価格帯は上がって、年齢層は 3,40 代の大人向けのちょっと上品なですね、雰囲気のアイテムが多くなってくるんですね。ユナイテッドアローズもすごく好きで、普段のスタイリングでは使うんですけども、ちょっと価格帯が上がるので、今回はですね、ビューティー&ユースというところを皆さんにお勧めをしてみたいなと思っています。おしゃれにちょっと興味を持つようになって、まずはユニクロから買い物して、次グローバルワークを買って、そして僕の動画を見ながら、あ、グリーンレベルもいいなというところで買い物をして、で、その先にですね、どういった展開があるのかというところで、まあ、ビューティー&ユースはかなり親和性が高くて使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、僕もですね、結構ビューティー&ユースはいろんなものを買うことが多くて、例えばですね、後ろにあるんですが、
こちらの半袖シャツとかですね、まあ、去年購入したものなんですが、トレンド感のあるようなサイズ感ですね。ビューティー&ユースはグリーンレーベルに比べるともう少しだけゆとりがあるような、そんなイメージがありますね。で、半袖シャツなんですけども、袖が長めで素材もちょっとこだわっていて、結構ビューティー&ユースのアイテムって小松マテーレというですね、まあ、世界的に有名なファブリックブランドが国内にあるんですけども、そちらのものを使ったような半袖シャツもあれば、あとは冬のダウンですね、結構小松マテーレの素材を使ったものもあったりします。まあ、このあたりも気に入って去年よく着ていました。僕のですね、結構日常で着るような服はビューティー&ユースが多かったりしますね。あとはですね、昨年買ったものだとこのようなグルカサンダルですね。これは今年もほとんど同じようなものが展開してありますが、トレンド感の漂うアイテムもしっかりと自社で作っていますので、このあたりも安心感があって使い勝手がいいかなと思います。まあ、ビューティー&ユースとかセレクトショップのオリジナルというのは、まあ、中価格帯というところに入ってくるかなと思うんですね。ユニクロ GU 無印とかに比べると価格帯は上がるんですが、かといってハイブランドだとかドメスティックブランドだとか、そのあたりに比べると比較的買いやすい価格帯なので、まあ、ビューティー&ユースぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、このようなセレクトショップには自社のビューティー&ユースのタグがついたものと、あとはセレクトショップというからにはいろんな各社のアイテムをセレクトして置いてあるんですね。このあたりのチョイスもすごく良くて、例えばスニーカーだったらニューバランスが置いてあったり、アディダスが置いてあったり、ナイキが置いてあったりだとか、あとはいろんな小物ですね、サングラスが置いてあったりだとか、アクセサリーのブランドがあったりだとか、バッグだったら例えばエアーだとか、一通りですね、このビューティー&ユースに行けばいろんなアイテムをですね、オリジナルから国内外のセレクトされたブランドまで揃えることができるので、かなり使い勝手のいいお店かなと思います。これまでの系統を大きくずらさずにですね、ステップアップできるというところでは、ぜひ知っておいていただきたいブランドなので、皆さんもチェックしていただければなと思っています。まあ、具体的なアイテムで言うと、皆さんにチェックしていただきたいのは、例えば結構ビューティー&ユースのちょっとゆったりめのですね、セットアップなんかもすごくいいなと思うんですね。ちょっと読み方合ってるかは怪しいんですけども、360度マスターっていうシリーズがあって、このセットアップがかなりシルエットも含めてトレンド感があっていいんですね。僕も普段のスタイリングで何度もご紹介してきたセットアップなんですけども、こういったものもいいし、あとは先ほども出てきましたがダウンなんかもいいかなと思います。あとは隠れた名作だなと思うのは、メガネブランドのカネコオプティカルとのコラボレーションで作っているようなメガネがあるんですけども、これもですね、価格帯がそんなに高すぎずに、なおかつトレンド感をしっかりと抑えたようなもので、非常に使い勝手がいいので、まあ、このあたりのアイテムをですね、まずは見ながらビューティー&ユースチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて二つ目のブランドなんですけども、エディフィスですね。まあ、最近僕の動画の中ではちょこちょこと名前が出てきてるので、ちょっと聞いたことがあるかなという方もいらっしゃるかなと思うんですけども、セレクトショップって結構いろんなものがある中で、結構皆さんがよく知ってるのは、ユナイテッドアローズだとか、ビームスだとか、シップス、このあたりだと思うんですね。まあ、それ以外だと、ちょっと知ってる方もいれば、聞いたことがないなというのが、まさにエディフィスの立ち位置かなと思うんですね。そんなに知名度が高いセレクトショップではないんですが、まあ、全国各地にですね、店舗も展開してますし、非常にですね、おしゃれが好きな方にも定評があるのがエディフィスなので、ぜひ皆さんもですね、チェックをしていただきたいなと思っています。まあ、エディフィスのスタイルなんですけども、フレンチトラットというところを軸足にしながらのですね、大人っぽくて綺麗めな着こなしをですね、提案するのがとても上手なですね、ブランドかなと思ってるんですね。大人っぽい色気というのは感じるんだけども、でもですね、決めすぎな感じではなくて、適度に抜け感があったりだとか、リラックス感があって、そのあたりのバランスがちょっとフレンチライクな雰囲気があって、個人的にも良いバランスなのかなと思っています。まあ、僕自身ですね、エディフィス歴が非常に長くて、20代前半から使っていて、未だにですね、よく買い物も個人的にしますし、あとは普段のスタイリングでもよく使ってるんですね。丸の内の結構駅前にですね、エディフィスの店舗がありまして、そこには本当によく通っているんですけども、店内の雰囲気も含めて上品で大人の男性にぴったりのブランドかなと思います。まあ、僕の手元にあるもので言うと、最近購入したのはこちらのシャツですかね。はい、ストライプ柄のシャツなんですが、これは気に入ってよく着ていますね。結構オーソドックスなレギュラーカラーのシャツなんですが、素材にはですね、イギリスのトーマス・メイソンの
ものを使っていまして、かなり上品な仕上がりになってるんですね。デザイン自体はオーソドックスなんですが、生地感が非常に良くて、サイズ感はかなりたっぷりなんですね。なのでビジネスで着るようなシャツではなくて、カジュアル感があってトレンド感になるようなシャツというのがうまく表現されているのがこちらのエディフィスの特徴でもあるかなと思います。僕はどちらかというとカジュアルなアイテムを買うことが多いんですが、エディフィスはですね、いろんなブランドとも別注のアイテムをやっていまして、例えばグラミチに別注をかけたボトムスですとか、あとはバブアーですね。バブアーの別注モデルも結構長くやっていて、そのあたりもエディフィスらしいですね、空気感をしっかりと混ぜ込んだような仕上がりになっているので、すごくバランスがいいんですね。あとはスタンスミスの別注ものを作ったりとか、このあたりの自社のテイストをうまくミックスしたような老舗ブランドとのコラボというのは結構エディフィスの強みかなと思ってまして、皆さんにも注目していただきたいポイントかなと思っています。まあベーシックなスタンスミスというアイテムだとやっぱり人とも被りやすかったりするんですが、それが別注バージョンということで気分も上がるし、人との違いも出しやすいので、まあすごく使い勝手がいいかなと思うんですね。まあこのようなカジュアルも強いし、結構僕は普段のスタイリングではビジネスカジュアルを組むときにエディフィスを使うことが多いんですね。まあセットアップなんかもちゃんと揃っていますし、ちょっと襟の開きが広いようなカッタウェイ型のですねシャツなんかもしっかりとエディフィスは揃えているので、ビジネスカジュアルで少し大人の余裕だとかおしゃれ感を出したいなというときにはエディフィス非常に役立つかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はスティーブン・アランというブランドなんですね。ここまで来ると結構名前聞いたことがあるという方は少ないかなと思うんですが、ただ僕の動画をですねよく見ていただいている方だったらちょっと聞いたことがあるかなと思うんですね。それなぜかというとですね、例えば今僕が着ているこちらのジャケットもスティーブン・アランのもので、僕自身がすごく好きで、ひょっとしたら一番よく買っているブランドなので、スティーブン・アランというのはですね聞いたことがあるんじゃないのかなと思っています。もともとは1994年にスタートしたセレクトショップなんですが、1999年からですねオリジナルのブランドスティーブン・アランもですね展開を開始しているので、まあ結構立ち位置としてはセレクトショップのオリジナル的なところとドメスティックブランドの中間的な立ち位置というところが、まあスティーブン・アランの立ち位置としては分かりやすいのかなと思います。2013年からはですねユナイテッドアローズと業務提携を組んでいまして、国内での取り扱いが一気に増えたんですね。僕はですね渋谷に店舗があってそちらによく行っていたんですけども、そちらが残念ながらなくなってしまって、最近はですね新宿のルミネの中にスティーブン・アラン入ってまして、そこにですね訪れることが多いです。または結構ビューティー&ユースの中にもですねスティーブン・アランのお洋服が一部取り扱いがあったりするので、比較的身近なブランドの一つかなと思っています。まあスタイルとしてはアメカジだとかアメトラというところをベースにしているんですけども、ゴリゴリの昔ながらのアメカジっていうよりはクラシックでちょっと上品さが漂うようなブランドイメージを僕は持っています。でサイズ感に関しては割とリラックス感があって今のトレンドとも相性がいいので、かなり取り入れやすいブランドかなと思っています。これまでですねビューティー&ユースだとかエディフィスだとかセレクトショップのオリジナルを上げてきましたが、まあこのあたりは基本的にはまあベーシックかけるトレンドというところで、割とこれまでご紹介してきた路線とそんなに遠すぎないかなと思うんですが、まあそのあたりからさらにもう少し雰囲気を変えたいなという場合は結構スティーブン・アランを取り入れてあげると気分も結構変わりますし、人との違いも出しやすいかなと思うので、おすすめのブランドになってくるかなと思います。僕も最初の頃はスティーブン・アランの魅力ってあんまりよく分かんなかったんですよね。どのアイテムを見てもそんなに派手さはないしスタンダードなものが多いので、だけども価格はセレオリよりもちょっと高いので、まあどこがいいんだろうなっていうのが分からなかったんですが、実際に試着をしてみたりだとか購入をして着ているとですね、やっぱりそのブランドの世界観っていうのがじわりじわりと伝わってきて、まあ素材にもこだわりを持っていますし、サイズ感だとか細かなデザインのバランスだとかそういったところをですね緻密に計算されているので、大きな違いというところは分かりづらいんですが、着ているうちに良さというのはじわりじわりと感じてくるのがこのスティーブン・アランというブランドの一つの魅力なのかなと思っています。価格帯もですね先ほどお伝えしたようにセレクトショップよりは高いんだけども、ドメスティックブランドというですねまあセレオリの一つ上に位置するようなカテゴリーがあるんですが、ここに行くと結構価格帯が跳ね上がるので、そこよりはですね結構買いやすいので、この両者の間というところでぜひ皆さんもですねスティーブン・アランというのはうまく使っていただくと良いブランドなのかなと思っています。僕自身もとても好きなブランドでよく普段から買っていますので、ぜひ皆さんもですね店舗に行ってまずは試着からしていただければなと思っています。
続いて4点目のブランドなんですが、ビショップですね。こちらは僕の動画の中ではそんなに名前は出てこないかなと思うんですが、個人的にもよく好きで行くお店ですし、普段のスタイリングではそんなには使っていないですけども、かなり僕の視聴者の皆さんにもですね、使いやすいようなそんなセレクトショップになっているかなと思います。これまでご紹介してきたビューティー&ユースだとか、エディフィスは結構ですね、自社のオリジナルの比率も高いんですが、ビショップって個人的にはあまり自社のブランドのイメージってなくて、基本的には国内外の様々なブランドがお店の中に並んでるというようなイメージなんですね。あとはですね、服だけではなくていろんな雑貨系もあったりして、そのあたりの空気感も含めて、なんかこう親しみやすくてほっこりするようなイメージのですね、ブランドがビショップになってるのかなと思っています。このブランド自体は1994年にですね、神戸に1号店ができてですね、結構長い歴史を持っているんですけども、バリバリのトレンドを追ったような洋服ではなくて、シンプルで機能的で使えば使うほど味が増してくるような、まあ、そのようなですね、アイテムを取り扱うというところがビショップのですね、共通した世界観なのかなと思っています。具体的にどのようなブランドが並んでるのかというと、ボーダーのカットソーなんかで有名なオーチバルだとか、あとはダントン、さらにはノースフェイスだとかグラミチだとかニューバランスだとか、割と僕の動画にですね、よく出てくるようなブランドの取り扱いも多くて、そういった意味ではかなり親近感が湧きやすいショップかなと思います。そのようなある程度こうオーソドックスで使いやすいようなアイテムをしっかりと網羅しつつ、割と国内のですね、人気ブランドであるオーラリーだとかコモリだとか、このあたりのアイテムもしっかりと揃えてあるので、意外とですね、このあたりのですね、ファッション好きがこぞってですね、買うようなブランドは穴場だなと思っていまして、例えばですね、最近僕はこのオーラリーのですね、半袖のシャツを丸の内のビショップで購入したんですね。このあたりもですね、人気が高くて、いろんな各種セレクトショップでも取り扱いがあるんですけども、売り切れるのが早いんですが、意外とビショップに行くと、まだ在庫が残ってたりするので、割と僕はオーラリーをですね、ビショップで買うことが多いんですね。ですので皆さんもぜひですね、こういった、ちょっとこう今トレンド感があって、人気のブランドなんかで狙っているものがあるときは、ビショップもですね、覗いてもらうといいんじゃないのかなと思っています。なんかセレクトショップというと結構おしゃれすぎて、なかなか入りづらい印象のお店もあるかなと思うんですが、ビショップってアットホームな感じというか、非常にですね、親しみやすいような雰囲気のお店で、店員さんの接客もマイルドなので、そのあたりも含めて僕はビショップの世界観って非常に親しみやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、チェックをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、何にしようかなと思ったんですが、やはり僕の動画の中でも親和性が高いですね、こちら。ニューバランスというブランドですね。こちらを挙げてみたいなと思いました。おしゃれ初級者の段階では、やっぱり履くべきスニーカーとして、白系のレザースニーカー、これがですね、軸足になってくるかなと思うんですね。一番シンプルなオールスタークップのですね、ホワイトだとか、あとはジャーマントレーナーというアプローチもあるかなと思うんですが、まあ、そういったホワイト系のスニーカー、もしくはブラック系のレザースニーカーですね。アッパー部分がブラックでソールはホワイトのようなスニーカーですね。このあたりがやっぱり様々なスタイルにも合いやすいですし、誰が見ても清潔感があって一定のおしゃれさというところを感じてもらえるので、まずは使い勝手がいいかなと思うんですね。ですがおしゃれ初級者から中級者へとステップアップする上で、やっぱり大切になってくるのはトレンド感と、あとはですね、本当にドベーシックというよりは少し癖のあるようなアイテムですね。このようなものを取り入れた方が中級者的な見え方になるかなと思うんですね。そういった意味ではこのニューバランスというのはまさに中級者的な立ち位置のアイテムかなと思います。どう考えてもスタイリッシュな雰囲気という感じではないですよね。僕もニューバランスを理解するのはだいぶ時間がかかりました。最初はですね、雑誌のビギンなんかを読みながら、ニューバランスの愛好家の人って結構多いんだな、特にこうファッション業界の人だとかおしゃれが好きな方ってニューバランス好きだよなというイメージはあったんですが、それを自分自身が履くようなイメージってほとんどなかったんですね。まあ、特に20代前半っていうのは、僕はまあコンバースのオールスターだとか、あとはアディダスのスタンススミスだとか、まあ、そのあたりを履くことが多かったし、あとはレザー系のシューズですね。オールデンだとか、まあ、クロケット&ジョーンズだとか、パラブーツだとか、そのあたりのですね、レザー系のシューズを履くことが多くて、まあ、その中でニューバランスっていうものがどうもしっくりこないなというイメージが強かったんですが、一番最初に購入したのは、
確かですね、エディフィスだったと思うんですね。新宿のエディフィスだったと思います。そこで試着をしたニューバランスが、なんかですね、履いてるうちにじわりじわりと、ひょっとしたらいいんじゃないのかなと思ってですね、その場では買わなかったんですが、後日改めて来店して購入したというのがですね、一番最初のニューバランスの出会いだったかなと思います。まあそれ以来ですね、ニューバランス結構いろんなものを買って、一時期お休みしてた時もあるんですね。だけどもですね、YouTube を始めた4年ぐらい前からですかね、なんかまた久々に履きたいなということで、ニューバランスの沼にはまって、まあ現在に至るわけなんですが、どのモデルもですね、ベースのデザインはそこまで変わんないですね。今手元にあるのは992というモデルと、これはですね1906というですね、ニューバランスをですね創業した年がですね付けられたモデルなんですけども、そんなに大きくは変わらないですよね。こう丸みのあるシルエットで、ちょっとボリューム感のあるスニーカーというところでは、本当にですねおじさんが履いてそうなイメージすらあるようなスニーカーなんですけども、履いてみると意外とですねカジュアルな着こなしからセットアップの外しに使いたいだとか、かなり用途が広いというところも含めてニューバランスは魅力を感じるアイテムなのかなと思います。まあモデルは本当に広くて、まあまずは996のようなど真ん中のところからスタートしてみるのもいいと思いますし、 2002R のようなトレンド感があって、なおかついろんなモデルが出てるようなところ、そこから攻めてみるのもいいと思います。あとは990番台ですね。このあたりはレアなモデルが多くてコアなファンが多いんですが、まあそのあたりにトライをしてみるのもいいと思います。一回騙されたと思って買ってみるとすごく奥深くて、なおかつ履き心地の良さというのもじわりじわりと実感できるのがニューバランスかなと思います。まあ、僕の動画の中では他にもですねニューバランスについてお話しているものがあるかなと思うので、まあ、そちらを参考にしていただきたいなと思うんですが、最後5点目はニューバランスというブランドですね。おしゃれ中級者を目指す意味ではすごくですね象徴的なブランドだと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではおしゃれ初級者から中級者へとステップアップするために必要なブランドということで、皆さんにですね5つご紹介させていただきました。復習をしますと、ビューティー&ユースがあり、エディフィスがあり、スティーブン・アランがあって、ビショップがあって、最後はニューバランスという形になりました。まあ、どのブランドもですね、結構親和性が高かったりするので、それぞれですね、混ぜてもですね、違和感がないスタイルができると思います。また、これまでご紹介してきた、ユニクロだとか、無印良品だとか、このあたりの文脈ともそこまで離れていないので、ユニクロのタックワイドパンツと混ぜてあげたいだとか、無印良品のですね、ちょっとワイドめのポケット T シャツなんかも最近出ていますが、そういったものと混ぜてあげても全く問題がないかなと思うので、うまくですねミックスしながら予算のバランスを取ってもらうといいんじゃないのかなと思っています。最初は聞き馴染みがなかったりするブランドも多いと思うので、ハードル高いなと感じる方も多いかなと思うんですね。まずは店舗に訪れてどんな雰囲気なのかを実感してみるところから始めてみるのもいいかなと思います。まあ、店舗の雰囲気に慣れたら試着をしてみて一着買ってみるのもいいと思いますし、少しずつ無理のない範囲でおしゃれの階段を登っていくと自分の守備範囲も広がるかなと思いますし、人との違いというところも出しやすいかなと思うので、ぜひ今回ご紹介したお店ブランドですね、皆さんも取り入れていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画ではあまり扱わないような中級者向けのブランドですとかアイテムに関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。まさに今回ご紹介したような中級者向けのアイテムとかブランドですね、このあたりをですねメンバーシップでは主に解説をしているんですね。というのも僕自身が私物として買ってるものをご紹介することが多いので、割と今回ご紹介したのあたりはですね出てくることが多いかなと思うので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。またなかなかですね忙しくて動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。そちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を行っていますので、まあ大体ですね 1,2 分で読めるような記事をですね皆さんにお届けをしています。僕も毎日記事を書いてますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくださっています。またそれだけではなくて参加者の皆さんも気軽にですね記事を投稿することができて、おしゃれが好きな男性同士がですねコミュニケーションが取れるような場になっていますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。